What's up, ladies and gents? どうも皆さん、バンチャーテッドマーキュリーです。さあ、ヒットマン3アイテム紹介やっていきますよ。前回は、というか昨日か、ピストルとサブマシンガンでいろいろ紹介したと思うんですけど、今回はアイテム編ということで、前回、昨日武器だったんでね、今回は使えるアイテムを紹介していきたいというふうに思います。で、その前にだな、昨日の武器紹介でスナイパーライフルを紹介するのを完全に忘れていました。で、僕今はスナイパーライフルこんだけ持ってます。で、他にもまだアンロックしてないスナイパーライフルは、ありますから、全然これで全てじゃないんですけど、一応この中でも、このスナイパーライフル持っといたらいいよっていうやつを紹介していきますね。まずですね、みんな大好きなこの銃ですね。300ゴースト。シージ。300ゴースト。このスナイパーライフル、このサプレッサーの部分がめちゃくちゃ太いのが印象的なんですけど、これね、とても強いんですよ。ICA 用の、CG300 と。純真全体を黒く塗ったブルバップ式ライフル、威力が高く、遠距離でも正確に狙えるよう設計されている。本当この通りでね。で、サブソニックで、サプレッサー。これね、サブソニックの方が上なんですよ。サプレッサー付きよりサブソニックの方が上です。例えば、まあ、敵が、ここにいます。まあこの黒いところに敵がいるとしましょう。NPC がね。で、すぐ近くのこの辺で、サプレッサー付きのスナイパーライフルを撃つと、こいつにバレるんですよ。バレるっていうか、その発見されるわけじゃないんですけど、その異変に気づかれる。こっち確認しに来るんですよね。頭の上にハテナマークが出るっていう感じです。でも、これサブソニックでやった場合は、ここの NPC、こっちに確認しに来ないんですよ。だから、サブソニックの方が、強いです。で、マークスはね、まあ、これはまあ基本的にスナイパーライフルだとあると思います。で、拡張スコープが4段階ズーム。これ4段階ズームあるのが非常に優秀なんですよ。ほとんどのスナイパーライフルは3段階ズームが多いので、ここで4段階ズームできるっていうのは非常に狙いやすいので、とても使いやすいスナイパーライフル。僕結構一番初心者でも使いやすい、おすすめできるやつですね。で、このスナイパーライフルを獲得するにはですね、これヒットマン3単体では獲得することが残念ながらできなくて、ボーナスミッションで砂上の家っていうミッションがあるんですよ。そのエスカレーションをクリアすることでゲットすることができます。場所はね、あそこなんですよ。モロッコマラケシュに行ってもらうと、これ砂上の家っていうやつ、これがあると思うんですけど、その横にこのね、シベオキャリブレーションっていう、こういうエスカレーションがあるわけだ。で、このシビリオキャリブレーションというエスカレーション、これをクリアすることで、これ書いてるでしょ。これがさっきのスナイパーライフルなんで、このスナイパーライフルを獲得することができますから、ちょっと追加の DLC を購入する必要があるんですけども、まあ、これをね、やってぜひとも取ってください。で、次のスナイパーライフルは、今度じゃあヒットマン3単体で獲得できるスナイパーライフルを紹介したいと思います。まずはですね、面倒さ。のマスタリーレベルを20マックスにすることで獲得できる、スナイパーライフル、こちらですね。300ヴァイパー、これ300まで一緒なんですけど、ゴーストでこのヴァイパーになってます。まあヴァイパーってヘビとかいう意味なんですけどね。これどういうものかというとだね、まずサプレッサー、マックスマン、あ、マックスマンじゃない、サブソニックよりは弱い、ね、でもサプレッサーついてるよって。で、マックスマンとで3段階ズームがついてます。4段階じゃない。まあ、これね、結構まあ、そこまでめちゃくちゃ強いってわけじゃないんですけど、全然使えるスナイパーライフルなんで、まあ、中距離って書いてるので、まあ、あまりにも遠い遠距離は3段階ズームなんでね、ちょっと難しいかもしれませんけど、まあ、それでもね、十分、活躍してくれると思うので、マスタリーレベル20ちょっと難しいけど、面倒さ頑張ってこのライフル取ってみてください。で、次、僕はね、個人的におすすめするライフルですね。まあ、これが、強いんですけど、まあ、僕個人的に一番好きなスナイパーライフルはですね、こちらのライフルなんですよ。これ、ハックレビアさんスナイパーライフルコバート。まあ、ちょっと名前長いんですけど、個人的に一番好きなのこのスナイパーライフルで、まあ、これ性能見てみましょう。これなんてね、5個あるんですよ。すごいでしょ ?5 個。今までさ、ほら、こんなんでも4つじゃないですか。この2つ。これ1つ。で、さっきのゴーストも、4つ。ね、これついてると思うんですけど、このハックレビアさんスナイパーライフルコバートに関しては5個ついてるんですよね。で、何があるかっていうとね、サブソニック、またあります。で、サプレッサー。で、拡張スコープ。もちろん4段階ズーム。で、マークスマンに加えて、なんと貫通弾というものがあるんですよね。
弾が敵の体を貫通するということで、まあこれ、まあどういうことかっていうと、まあ書いてる通りなんですけど、まあ、2人いるとします、ターゲットが。で、そのターゲット2人が並んでるとします。じゃあそのこのスナイパーライフルを一発撃つことでどっちも殺すことができるんですよ、一撃で。その弾が体を貫通するからね。これとても強いので、ぜひとも皆さん取ってください。で、このハックレビアさん、スナイパーライフルどうやって取るかというと、これは確かチョンジン、中国ですね、中国チョンジンのマスタリーレベルをまた20、ちょっと大変だけど20まで上げることで取ることができます。はい、ということで、これね、スナイパーライフル色変えれたらかっこいいなと思うんですけど、個人的になんかウェポンカスタマイズみたいなのなんかこうパッチで追加させてくれたらすげえなんかいろんなね色で楽しめるかなと思うんだけど、まあそれはいいや。はい、ということで、おすすめスナイパーライフルはこのハックレビアさんスナイパーライフルコバート、ゴーストバイパーです。で、あ、これも忘れてたの、これも使えるね、アークティックってやつなんですけど、まあ、これ下のやつと、まあ、一緒なんですよ。で、性能的にも全く同じ、サブソニック、サプレッサー、拡張スコープ、マークスマン4段階でしょ、これ見てください、ほら全く一緒なんですよ。で、これの取り方なんですけど、これの取り方ね、すごい簡単でですね、これはね、キャンペーン、あ、ロケーションで、ルーマニア選んでください、ひとまず3のマップですね、のこのエスカレーション、プロロフなんとか読み方わからん、これをクリアすることでスナイパーライフルをゲットすることができます。これ非常に簡単なエスカレーションなんですよ。だからぜひともやってみてください。この今持ってるこのスナイパーライフルをゲットすることができます。で、もちろん、このエスカレーションの攻略動画も僕の YouTube チャンネルにあるので、ぜひとも攻略して、ゲットしてみてください。多分今のが一番取りやすいですね、今紹介した中で。この白色のスナイパーライフルが多分一番取りやすいです。レベル20しなくちゃいけないのも難しいし、過去の作品やらなくちゃいけないのもめんどくさいし、もうこれ多分一番簡単なんで、ぜひともこれ取ってみてください。まあ、他にもいろいろあるんですけどね。まあいいでしょう。さあ次、装備いきます。で、装備はね、まあ個人的に言っちゃうと、もう結構いっぱいあるんですよ。まあこれも使えるし、これも使えるし、これも使えるしみたいな。まあでも今回は、まあ絶対にこれだけは持っておいてねっていうやつなので、まずね、絶対持っておいてほしいやつは、まあ、ロックピックとかはもちろんなんですけど、ロックピックとコインはまあ標準装備なんでいいとして、コインはいいね。まずこれですね、年代物の致死毒入り注射器、これは毒のチクっていう注射なんですけど、もうこれめちゃくちゃ強いんですよ、この毒の注射シリーズ。まあ、年代物の何だかなんだか、まあ、書いてるんですけど、まあ、何でもよくて、これターゲット一撃で殺すことができる。プラス、死体発見されても死体発見扱いにならない、事故死なんでっていう、すんごい優れもんです。で、その刺す瞬間を見られちゃダメなんですけど、その刺す瞬間さえ見られなければ、本当に即死させることができる、めちゃくちゃ強いチート武器です。で、この、毒流の注射器、年代物の毒流の注射器の、アンロックの仕方は、タイのバンコクのミッションの、マスタリーレベルを12まで上げてください。そうすることで、取ることができます。で、次は、まあ、これね、同じ感じのやつがもう一つありまして、これですね、致死毒入りの注射器 MK3。これも形違うだけで、これ、まあ、全く同じなんですよ。で、この MK3、これの取り方は、ベルリンの、ベルリンのミッションですね。これのマスタリーレベルを15にしてください。それを取ることができます。で、もう一個あってね、これかな、致死毒入り注射器 MK2。これも同じです。これも同じ。で、致死毒入り注射器 MK2。これの取り方はですね、スゴール島のミッションですね。ヒットマン2のスゴール島のミッションでマスタリーレベル5。たった5でいいです。5にすることで、このチート武器を取ることができます。でね、もう一個、ここにね、最新式の致死毒入り注射器って、これもまあそうなんですけど、まあでもね、これに関しては多分確かヒットマン3じゃ取れなかった気がする。ワン、ツーの引き継ぎが、なんかちょっとこれね、取るの難しいんですよ。だから、まあ、俺的には、そうだな。まあ、これ、伝代物と、これ、この3つ、まあ、3つあれ十分なんでね、これをおすすめします。で、次、爆発物いきまして、まあ、この辺もいろいろ使えるやつあるんですけど、まあ、これは持っといてくれって、初心者の方でもね、思うのはですね、このリモコン、ブリーチングチャージっていうやつなんですよ。で、こっちのブリーチングチャージじゃなくて、こっち、リモコン式ブリーチング、どれだ?リモコン式ブリーチングチャージ、あとこれだ。
これですね、リモコン式ブリーチングチャージ、ドアをこじ開けるために設計された爆発物、爆発ドアのロコロドアで、これね、取ってください。で、このリモコン式ブリーチングチャージは、サピエンサのマスタリーレベル15にすることで取ることができます。で、これ何に使うかっていうと、まあ、いろんな使い方ができるんですよね、本当に。音を立てることもできるし、まあ、は鍵かかってる扉を破壊することもできるし、白色のプロパンフラスコと組み合わせて爆発させることができたり、結構使い道はいっぱいあります。最近僕はね、斧をこのブリーチングチャージを使って飛ばすっていう動画を作りましたけども、いろいろ使えるので、まあ、絶対持っておいて必ず損はしないので、ブリーチングチャージ持っておいてください。で、最後に紹介するのがこのアヒル系の爆弾ですね。このでかいやつでもいいんですけど、なぜか爆発物を1個は持っておいた方がいいかなと思います。でもいっぱいあるから、もうどれがどれかわからんっていう人が多分結構多いんですよね。だから爆弾ありすぎてようわからんみたいな。でここにも爆弾あるし、ここにも爆弾、もうなんかアヒルどんだけおんねんみたいな感じで、もうアヒルここもここもここもアヒルみたいな感じなんですけど、まあただ見た目だけの話なんで、僕個人的にこれが好きでね。リモコン式デビルアヒル爆弾つって、まあ別に他のやつでも構いません。まあちょっと微妙にこの辺とかは衝撃波発生なんでちょっと違うんですけど、このリモコン式デビルアヒル爆弾、これはですね、ベルリンのマスタリーレベルを20にすることで取ることができます。まあ、これもブリーチングチャージと似てるんですけど、こちらね、音がすごいでかいんですよ。これはもうなんか爆発音が、まあ、ポンみたいな。ポンっていう感じなんですけど、これはもうドカーンという爆発を引き起こすので、音のでかさが全然違います。もう車とかももうブカーンとこれで破壊してね、まあ、事故死狙ったりするわけなんですけど、車の爆発で、はい、ということで、まあ、この爆弾も1個持っといた方がいいかなと思います。で、一応まあ他にもね、まあ、個人的にはこれは使えるなっていうやつは、まあ、この ICA リモートマイクロ式テーザーとか、この近接反応式のテーザー装置で、このエメティックグレネードですね。祭祀主流、祭祀じゃないな、名前な、これなんていうことだっけ、忘れた、この手榴弾とか、あとこの辺の電子機ハッカーデバイスですね、まあ、北海道とか、まあ、特定の場所をこじ開けるのに使います。まあ、なくても全然いけます。とかだな、まあ、この辺は別にコインがあればいいか、いらないで。まあ、この辺も別に、まあ大丈夫ね。まあそんなもんですかね。でもあとはちょっと難しいというか、まあ、こうゴルフボール爆弾とかも強いけどね。あとはこの ICA リモコン式小型爆弾を持っておいてもいいかなと思う。これちっちゃくて気づかれないんでね。まあスマートフォンとかもちょっと難しいかな。またまあゴールドブリックも便利ですね。これ投げたやつ全員を気絶させることができるんですよ。人が近づくと起爆する無力ガス地雷、アンティーク。ガレージセールでも売れそうにね。これも投げることで、投げて対象にいるやつ全員を気絶させることができる。まあ置くことでも可能なんですけど、これめちゃくちゃ便利ですね、ゴールドブリック。まあちょっと初心者難しいかなっていうのはありますけど。はい、とまあこんな感じです。まあ、リルの閃光とかも個人的には好きなアイテムですね。まあいろいろあるわけだ。はい、ご視聴ありがとうございました。ちょっとアイテム紹介やってみたよ。じゃあまた次回会いましょう。Peace out.